リベンジ、もう絶対負けたくないです。気持ちで負けないように。はい、ビンゴルフアレンジマッチプレー対決。今回ですね、賞金を提供してくださるのは有限会社インテリア装備社の阿部孝之様です。ありがとうございます。ありがとうございます。勝ったら5万円、負けたら0円。オリモひまわり選手対梅田ひよ選手、ビンゴルフアレンジマッチプレー対決、よろしくお願いします。お願いします。ハートまで、うん、行くね。うー、完璧だ。わー、久々にいい当たりした。ナイスショー。いい当たりしたか分かんない。してないってことにしとこ。これで負けてるんだからどうせ。ね、136ヤード8番やで、ちょっと今なんかフォローに感じるんだよな、最終的には。よさげ、大きい。あ、いいねいいね。うん、バディチャンス。117ピッチングです。ねえ、なんすよ。でかいかな。今ちゃんのちょっと大きいと思うよ。そう、今ちゃんねえ。めっちゃ強い。いらない、その気持ち。本当に毎度毎度。切れないし、ボギー。行け。これは2点か1点かどっちかって。結構曲がったな。スパー。
今の。今のまんま来ない。いや、すごかったね、今の。びっくりしたかなと、ヒューって言ってたね。今ちゃんのが、何するとこつけてちょっと思ったけど、うん、あ、そうだね。残り2ホールです。ま、ショートロングだっけ。そう、ショートロング。おあのロングがまたね、いやらしい。いやらしい。気合い入れてみんな打つんだけど、意外とバーディー取りづらいパー5ですね。どこかにやりますよね。前回にダングリの上。うん、もその前も間、なんかちょうど斜めのところにあったとか。結構ね、難しい。待って、しかも結構待ってる。こんなに待ちだ。ありゃ、本当だ。やばてやばい、やっちまった。見えない。大丈夫。いいよ。いいじゃん。ライン見しちゃうかもしれないけど。あたす。パターお持ちいたしました。山。ライン見えちゃうかもね、あれ。ね、ここも偉い。しても強気。さあ、耐えたわ。耐えました。耐えたっていうか、バーディーチャンスだった。これも最終ホールですね、本当に。同点のまま、うん、来ちゃいましたね。同点のまま。来ちゃった。なんか言いたかったけど、全然切れなかった。うん、ガツンと打って。気持ちだけいい。ライフフックに見えたの。最後まっすぐだったね。スライダーと思ったらまっすぐぐらいでしたね。うん、最後だけ。そうなんだ。あんだけいい当たりしていかないんだね。完
璧。いやーやめて。飛ぶ？いや多分飛ばない。願い。願いだね。飛ばないで。願い。狙う気まんまヒロが1本しか持ってない。怖いわ。確かに。でも届かない1ポイントよね。そうだね、ギリギリか。ギリギリに行ってもしょうがないから。そう、だって多くなってね、うん、上げてるしな。でもあそこの池をクリアできるかどうかってことですよね。距離的に私のところからだとこの池がすごい入る可能性がある。あと右の池も結構ね、左までグイってきてるから。気をつけないと。そう、ね、とりあえず刻むのは刻むんですけど、うん、もうラインも微妙だし、うん、右側にね。右側はさ、184って書いてあったけど、でもなんかそんなんなさそう。なるほど。ちょっとマジで固くいきますわ、私。はい、いや、攻めていきたい気持ちは山々だけど、うん、ここはね、固くいきます。はい。だって1入ったら終わりなんだ。そうだね。じゃあ、ちょっと切るぐらいかなっていうぐらいに乗せていきたいんで、7番アイアンで打ってきます。はい。でかい。でかでいい。
しかもなんかすごい、ね、対決、オリモひまり選手対梅田ひよ選手、結果を発表したいと思います。はい、オリモひまり選手獲得ポイント3ポイント、自ら梅田ひよ選手獲得ポイント2ポイント、勝者オリモひまり選手です。ありがとうございます。はい、ね、念願の念願のね、はい、はい、勝利した選手には有限会社インテリア装備社の阿部隆之様よりこちらですね、賞金5万円をありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、森本選手おめでとうございます。ありがとうございます。それではこちらの会社のあ持っていただいて前回私もそれで苦い思いをちゃんと経験済みです。はい、ボードが大きすぎですね。はい、それではインタビューに移りたいと思います。はい、まずですね、本日戦っていただいた梅田選手、はい、試合を終えてどうでしたか？いやー、なかなか泥試合だったんですけど、なんか最後はひまちゃんの粘り強いゴルフで完敗です。ありがとうございます。次に本日見事勝利を収めたオリモ選手、おめでとうございます。ありがとうございました。いかがだったでしょうか？なんか私は泥試合だと思ってなくてなんかそこまでなんか自分なりに結構我慢のゴルフができたかなと思ってます。はい、割といいパットが入ってくれたりしてたんで、うん、こうコツコツ系で勝てた感じがします。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。両選手とも最後まで真剣に勝負いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、リンゴルフアレンジマッチプレー対決をご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価、それからコメントお願いします。ありがとうございました。